ちに待ちましたね。もう来てくれてますね。それでは進めましょうか。はい、早速ですがフリーステージ始めてまいりましょう。ベテランですね。バレてらっしゃる。
ことです。またぜひ次回のステージも上がってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それではお次の方にお話聞いていきましょう。コスプレイバとキャラクター名改めてお願いします。コスプレームクロマです。キャラクター名やポケットモンスタースカーレット&バイオレットのジムリーダーライムです。やっぱラップしてもらわないと。ラップしていただきますね。いきますね。多分2週間ぐらい、夜鍋2週間はだいぶですよ。いやでもそんだけのね、あの努力がね、ちゃんと実を結びましたね。もうかっこいい。いろいろ制作されてると思うんですけど、次このキャラやりたいなとかあったら教えてください。次はそうですね、まあ、ポケモンつながりで言うとちょっとカイム先生とか。おお、いいですね。いい、見たい。また姉妹です。おお、ビッグまた頑張ってください。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてメイコさんなんですけれども、ちょっと耳が聞こえないということで、あのスケッチブックご用意いただきました。はい、こちらめくっていただいてカメラの方に明かしていただきたいと思います。メイコ YouTuberコスプレイヤーです。メイコちゃん、メイコチャンネル。そう、 YouTube の朝になってらっしゃいます。はい、あ、私は聞こえないです。手話興味があったら教えます。シュアができます。キングオブファイターのアスミア・アテナのコスプレです。キルーキルーおしゃべりにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、シュア、アイラブユー、シュア。ぜひね、興味がある方、手話で教えてもらってください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、お次の方、I love you。 あ、I love you。 あ、I love you。 これが I love you。 I love you。 あ、私、あなた、I love you。 おー、勉強になりましたね。じゃあ、推しにやりましょうか。推し見つけて、私はあなたの推しですね。やりましょうか。いい声聞きました。ありがとうございます。はい、じゃあお次行きましょう。コスネームとキャラクター名喋れます？どうなってどうか聞こえます。顔丸見えですけど大丈夫ですか？ちょっと顔が丸見えで失礼いたしますが、コスネームたてき、作品でブルーライト伝説がストーリー、キャラクターは、伝説がブルーライトです。はい、走行体質はほとんど段ボールとところどころプラダンが飛んでいるので、今週の賞マジックテープ出ていますね。一番ここ大変だったんだけどっていうところどこですか？そうですね、あの色があるんですけど、下半身のところ色がちょっと口が止めづらくて、あのフィットケース今日はなんかあの周りのところにあのスポンジとかにあげようとしてそれに色がついてるっていう感じです。あと今回ちょっとほとんど伝えたところに手をつけて止めていますので、ちょっと袖となんかあのピクシックを使いますと、それから使いますと、コスプレするのにこんだけの努力をやっていらっしゃるからね。セカンドさんとね、たてきさんと一緒に、まあ、会場歩いてたら写真撮れると思いますけど、大丈夫ですよね、写真。写真は大丈夫なんですけど、果たして答えると持たないかと思います。見かけ次第で、皆さんこの写真一緒に撮っていただけたらいいなと思います。忘れなく、ありがとうございます。お誕生日なんだ。おめでとうございます。おめでとうございます。いくつになってもコスプレは楽しいですからね。そうですね、楽しみ方いろいろありますから。そう家族からもあんたも好きですよ。はい、いい家族じゃないですかね。ありがとうございます。では次の方にお話聞いていきましょう。コスネームとキャラクター名教えてください。
けど、すごいですね。すごい。もう今の一切使ってなくて、ミシンが使えなくて、だったらもう100均にある布用の両面テープ、ボンド、ブルーガン、ポンドチキスで作る、ポンドチキスコスメアップレシピ。すごい簡単なんです。ちなみにじゃあそれ、どれだけの期間、期間と費用で作られたんですか？期間は1ヶ月半で、このベースの黄色の布が、地元の布屋さんで、10センチ55円で売られてて、4メートルで2200円です。安い、驚きの価格、すごい、ね、本当よく作りましたね。ありがとうございます。あ、全然100均で揃えたようなクオリティじゃ見えないですよね。で、いくらあのコスプレって、ね、100均でも、ね、何でもできますからね。あの工夫以外でね、そう、工夫が詰まったコスプレですよ。ありがとうございました。もう一度じゃあ皆様に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。気をつけてご登壇ください。ありがとうございます。どうでしたか、初めてのステージは。もうすごい、いや 緊張してるし、あの歩いてる人たちもみんな緊張してるから、あ、俺と一緒だってみんな緊張そうする。そわそわしてますね。せっかくニコ町ですからね。次はせっかくなんで、じゃあ僕が紹介したいと思います。それでは2組目ご紹介していきましょう。いきます。